集やっていきます。コットンはこれ、うん、これ以外使えない。これはなんかウォールマートっていうすごい大きいスーパーがあって、そこで6ドルとかだった600円とか、普通にローズウォーターで変なものが入ってないよって、オイルとかフレグランスとか香料とかが入ってないよってやつです。最近毛穴じゃない、お肌がちょっとザラザラするから、化粧水の前に拭き取り化粧水として使ってます。はい、そしたら化粧水を塗っていきます。化粧水はこのキールズのアイリスエクストラクトアクティベーティングトリートメントエッセンスっていうのを使ってます。なんかすごい3月ぐらいに肌が乾燥してて、成分バランスが良くなったかなって感じです。2、3回つけるだけでめちゃめちゃもっちりします。1回だけだと私は乾燥するから 2、3回つけてるんですけど、しっかりめにちゃんと化粧水を染み込ませたらクリームを塗ります。これは全然ベタベタしないから化粧の前でも全然平気なやつなんですけど、これもウォールマートで買いました。 100% バージンココナッツオイルのフェイスローションなんだけど、ちょっと手で温めてから塗ってます。いつもあんまり顔マッサージするの好きじゃないから、私はこのラインと耳の後ろと首だけいつもやってます。手に余った化粧水とかは絶対毎日首につけてる。はい、こんな感じです。はい、じゃあ着替えてきたのでメイクからやっていきたいと思うんですけど、ちょっとポニーテール曲がってるんですけど気にしないでくださいで、あの室内にいても最近日焼けを気にした方がいいなという時期になってきたので前髪がやばいんだけど、最近ね家の中ではスプレータイプの日焼け止めが楽だから使ってます。これはちょっと多分日本にはないと思うんですけど、ニューテリジーナっていうところの、ね、いい匂いがするんですよ意外に。なんか日焼け止めのベタベタ感ってあんまり好きじゃなくて、だから家の中だけだったらそれでいいかなっていう感じでスプレーでやってます最近は。はい、じゃあメイクをやっていきたいと思うんですけど、まず日焼け止めから。日焼け止めもニューティリジーナの、日焼け止めすったやばい、待ってるスプレーがSPF55 っていうやつです。オイルフリー。ちょっと出しすぎちゃったので首に塗ります。出しすぎちゃった。はい、じゃあそしたら下地からやっていきたいと思います。ちょっとコントロールカラー塗ろうかな、赤いから。セザンヌの UV ウルトラフィットベース N の青いやつを、ちょっともうないんだよねこれ。そしたらデニスフリーの、これは塗ったらなんかサラサラになる系の下地です。ちょっと冬だと乾燥しちゃうのでこの時期にしか使えない感じなんですけど、鼻周りとおでこの毛穴が気になるところにちょっと塗っておきます。今こっちで TWICE ちゃんの TWICETV なんだっけ、 TWICETV を見てますTWICE カムバったんですよ知ってる人も多いと思うけど、久しぶりにミナちゃんも揃ってのカムバ。 PV とかには出てたけどね、収録とかはいなかったから。ミナの金髪めちゃめちゃ可愛いなと思って。そしたらファンデーションを塗っていきます。ケイトのケイトシークレットスキンメーカーゼロ。そろそろ普通にねカフェに行きたい。普通に可愛い空間でお茶がしたいなって思うコンシーラーはザ・セムのチップコンシーラーを気になるところに塗っていきます。眉毛をやっていきます。眉毛はもう一生使ってる、こだわりがまるでないでも最近ね平行眉毛というよりかは自然でなんか自分の顔に合った丸みのある眉毛がいいなという考えに至りまして、それがどういう形なのかは今ちょっとね研究中なんだけどちょっとこの辺をつなげる感じで鼻筋に描いてみました。そしたら眉マスカラをちゃちゃっと
やります。これはキャンメイクのちょっとアッシュっぽい色なんですけども、ほとんどないんだよね。そしたら最近単色アイシャドウにハマってて一色しか塗ってないんですけど、すごい安かったんですけど、そうでもね、意外とこの色がめちゃめちゃ可愛いなと思って最近この一色だけ使ってます。こんな感じの色、ダスティーピンクって感じですね。一色しか使わないので2回ぐらい重ねてつけます。上は指でもいいけど下は筆でやるのが楽です。私はじゃあ最近ハマってるドラマ、あでも今週で終わるんですけど、最近ハマってるドラマのお話をしますね。韓国ドラマなんですけど、ザ・キングっていうのにはめちゃめちゃハマってて、すごいね面白いんですよ。面白いし映像がめちゃめちゃ綺麗で全部がいい、あのドラマ。まずインラインから引いていきます。キャンメイクのクリーミータッチアイライナーでインラインを引いていきます。そう、そのドラマの内容は、あ、パラレルワールド、パラレルワールドが交わって、なんて説明したらいいんだろう。でも内容的にはちょっと難しくて、なんかパラレルワールドがちょっと交わってしまって、両方の世界がちょっとごちゃごちゃしちゃって亀裂が生まれてしまうというか、でちょっと難しい、どうやって説明したらいいかわからないんだけど、でも私が好きなのが、とりあえず王子が白馬に乗ってるんですよ。でその白馬がめっちゃ綺麗で、もうなんか映るたびに白馬本当に綺麗で、白馬がツヤツヤで毛並みも綺麗だし、もう色も真っ白です、すごい綺麗で、この世に存在するんだっていうぐらい、なんかもはやペガサスみたいな感じの美しさがあって、本当にめっちゃ綺麗。あの馬インラインを引くと同時にこの辺も軽くラインを引いていきます。でなんかあんまり最近もつけ上げないんだけど、今日はちょっとしっかりめに上げてみようと思います。そしたらマスカラを塗っていきます。はい、こんな感じで最近はアイメイク完成ですね。単色のマットのアイシャドウにナチュラルにラインを引いてマスカラっていう感じのメイクです、最近。はい、そしたらチークを塗っていきます。チークはこのチフレのこの色好きなんですよ、ローズ系270番。この色めっちゃ可愛い。チークを塗ったらこのパープルのセザンヌのパウダーをちょっと筆に取ってテカるところだけにのせていきます。これ紫のパウダーだから全顔に塗るとすごい白くなっちゃうので、みんな大好きパールグローハイライトの01番、すごい使ってる。はい、メイク完成したのでリップをやっていきます。リップはこれね、間違いで割っちゃったなんかね、リップが変な匂いするのあんまり好きじゃないんだけど、これしかなくて、まさかのクランブリュレシュがするやつは買ってしまった。でもバセリンのリップはめちゃめちゃおすすめです。すごい、あのどんなにガサガサでもこれ塗ればすぐプルプルになる。リップはこれを塗ろうと思います。セザンヌのラスティングリップグローの RS1、 多分ローズ1、ローズばっかりだね。もうちょっと唇に色あってもいいかな。このイニスフリーのやつ塗ろうかな。イニスフリーのビビットコットンインクティント、本当はあのマットのやつなんだけど、色が欲しい時にちょっとだけ中心に塗ったりします。はい、こんな感じで完成です。じゃあ髪の毛を入れるために洗面台にやってきました。でね、髪の毛ももう伸びすぎてて本当に切りたい本当に切りたい髪の毛というか、髪の毛は日本にいる時から切ってないから、もう多分半年くらい切ってない気がするやばい本当に。で今日は髪の毛久しぶりにワンカールをやっていきたいと思います。とりあえずまずはじめにアイロンで軽く全体的にストレートにしていきます。こんな感じでだいたいストレートにできたら前髪をやっていきます。
が終わったらワンカールをやっていきたいと思います。さっきからすっごいお腹が鳴るんだけど、で全部内巻きにするんじゃなくて今回はミックスにしようと思います。使ってることは多分38ミリだと思います。アメリカのなので何ミリかっていうのは特に書かれていなかったんだけど、だけど結構太めのコテなのでそう予測しています。私結構量が多いので4つに分けて巻きました。ウェッジショート、ウェッジショートって感じですね。はい、こんな感じでワンカールに巻けたら顔周りの髪の毛だけ外巻きにしていきます。先の方だけちょっとだけ外巻きにします。ヘアオイルをつけていきたいと思います。これはロフトで買ったサインっていうヘアオイルなんだけど、別に特にこだわりないから買いました何も加えられていないナチュラルなオイルですね。ロフトに売ってた、ね、美容室に行けてないから髪の毛がもうねパッサパサなの。本当に毛先がやばい。ブリーチもしてたっていうのもあるけど、向こうの光があんまり良くないのでこっちにまた戻ってきました。髪の毛はこんな感じで、ちょっと黒い T シャツを着てるから分かりづらいんだけど完成しました。はいはい、ということで今回は Get Ready With Me を Get Ready With Me だよね、うん、を撮りましたはい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。